君たちオッチのことも知ってるの？なるほど。けど、それなら話が早いね。少し長いけど、僕たちのこと話してもいいかな。ふん。いいだろう、聞いてやる。上から。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あの妖怪が見える男の子、怪しい少年を追いかけよう。ん？どっちや、こっちか。どこ？ん？どの辺？こっち？あ、掘った！うわ、すげえ。めっちゃ急やね。あ、あんなところにキュッピー。そして先にこっちを拾うやつ。鉄のこけし。どうも。めっちゃ取り囲んどるやん、怖。いたいた。ねえ、ちょっといいかな。また。ねえ。さっきは驚かせてごめんね。君も妖怪が見えるんだよね。君たちは一体。ん？何？妖怪探偵団？俺たち、妖怪たちが起こす事件を解決して回ってるんだ。すっげえ！なんかかっこいい。こう、速攻で味方側につきそうな。だろう。その妖怪探偵団の団長がこの俺ってわけだ。ま、秋のりが妖怪を呼び出せるようになったのは今日が初めてだけどね。それを言うなって。それで、妖怪の見える君に聞きたいことがあって。君の名前は？あ、まだ名前言ってなかったね。俺の名前は、俺の名前はシン。よろしく、妖怪探偵団のみんな。よろしく、シンくん。まあ、まだ名前言ってなかったも何も逃げられたけんねん。それで聞きたいことなんだけど、橋の上にある扉について何か知らないかな？ああ、あの扉なら確か、やっぱ見えとんや。数日前に突然現れたのでござる。もしかして一緒におる妖怪？誰？スーさん、お守り、お初にお目にかかるでござる。拙者のことはスーさんと呼んでくだされ。俺の守護霊みたい。まああんまり気にしないで。守護霊？なんかちっちゃくてかわいい。照れた。何あれ？頭キノコ生えとる。ござる。あの謎めいた扉、機械な力に守られ、拙者の力ではびくともしなかったでござる。以前あの扉の正体は不明。お力にならず、申し訳ないでござる。そっか。おい！しん、ん？誰？おう。待ち合わせ場所にいないと思ったら、そんなところで何してんだ？ねえ！探したよ。この二人も見えるんかな？いつき、帰れ。ん？あの二人は？普通に考えて友達だろうね。俺の友達で妖怪にも詳しいんだ。もしかしたら扉のこと何か知ってるかも。妖怪詳しいん？ウィスパーは何考えようやん。てんてんてんってなっちゃったけど。おぉ！何何何しようよ。なんかめっちゃ音符マークとか出てウキウキなんやけど。あの二人も？この世界すげえな。俺たちも話を聞きに行こうぜ。何何してんの？ウィス！ちょ皆さん、これ見てくださいよ。ん？ウィスー！これ、もしかして妖怪菓子じゃないですか？え？妖怪菓子？ん？なんか神社のおみくじみたい。でも、なんか変じゃない？これ本当に妖怪菓子なの？間違いないでウィス。私の菓子センサーがビンビンに反応してますよ。こういう時のウィスパーは当てになんないからな。確かに、こういう時大々外れてるよね。なんだ、じゃあ妖怪菓子じゃないんだ。ウィス？ちょっと皆さん、信用ゼロ。そうだね。まあ今あの二人に扉のことを聞きに行こうか。聞いてあげてちゃんと。ショック。私もメラメライオンに温めてほしいでウィス。心を。よし、それじゃあ。絶対こんなところ走れんねえけど。もう。ずっと待ってたんだから、何してたの？違う、君じゃないんだ。二人に合わせた人たちがいるんだ。絶対に驚くと思うよ。どうも。何話してるの？あの、
ちょっといいかな。ああ、喋られた。何？妖怪を連れているぞ。お前たち何者だ？うん。連れてるのはいい妖怪だから大丈夫だよ。この人たちは妖怪友達なんだ。しかも妖怪専門の探偵団なんだって。あ、やっぱり、女の子の方も見えとんかな。は？妖怪と友達？探偵団？何言ってんだ。いい妖怪なんて存在しない。え？スーさんのことはどう思ってるの？なんかすごく怒ってる。おい。タエ、お前からも何か言ってやれ。妖怪と友達？すごい。どうやって仲良くなるの？お前な、すんなり信じてんじゃねえよ。この子だけがちょっと厄介かな。君たちって妖怪に詳しいんだよね。俺たちあの扉のことを調べてるんだけど。うん。足の真ん中にある扉のこと？それって確か、誰だか知らないが、いきなり出てきて少し怪しすぎるんじゃないのか？服装だっておかしいし、何より妖怪を連れている。そんな奴らを信用なんてできない。だからスーさんは。めちゃめちゃ警戒されてる。まあ確かに服装はおかしいけどさ。秋のりは別に馴染めるんじゃないかな。この時代にもおりそうよ。なるほど。なんだか妖怪のことをあまりよく思っていない様子ですね。なんか、トラウマ的な。なあ。事件？お前たちのそれ、もしかして妖怪ウォッチか？この時代にもあるの、妖怪ウォッチ。嘘？本物の妖怪ウォッチ？私初めて見た。え？全然気づかなかった。君たちウォッチのことも知ってるの？なるほど。けど、それなら話が早いね。少し長いけど、僕たちのこと話してもいいかな。ふん。いいだろう、聞いてやる。上から。あの扉で未来の世界から？どうしよう。なんか凄すぎて頭が追いつかないよ。やっぱ驚くよね。俺も経験したけど。ねえ。どうかな？私たちのことを信じてくれる？よし。ああ。お前たちのあの扉の情報をやる。お、信じた。本当に？ただし条件がとか、あ、やっぱり？ただし、まずはお前たちを試させてもらう。この先にある大きな屋敷に来い。何何？あ、待ってよ。試すって何をだ？さあ、でも何か事情がありそうだね。とりあえず行ってみようか。信頼できるかどうかってことかな。この先にある大きな屋敷。お、ナビワン、この時代でも大活躍やね。ありがとう。大きな屋敷まで連れてって。お、でっけえ屋敷ってもしかこれ、もしかしてこれか？お、いたいた。え、でっか。来たか。大きいお屋敷だね。どんな人が住んでるのかな？学校とかじゃなくて。おいおい。勝手に入って大丈夫なのか？お？それは大丈夫だ。ここは俺んちだからな。へえ、個人の家。怖っ。なんだ、お前んちか。なら問題ないな。って何？この屋敷がお前んちだと？おいす？なんともしやと思っていましたが、いいとこのお坊ちゃんだったとは。いいとこすぎん？しかもこんな時代にね。道理でケイタくんとは違う、普通じゃないオーラを感じたわけですね。はいはい、どうせ俺は普通ですよ。現代のケイタくんも普通と言われる。一木、何をする気なんだ？あの屋敷って今は、何？今は住んでない。危険なのは分かってる。だがどうしても確かめたいことがあるんだ。今は妖怪屋敷とか。確かめたいこと？あれが本物の妖怪ウォッチなのかはな。それで俺たちを試すってどういうことなんだ？何？急に容器が。気をつけて。何か来ますよ。何？強い妖怪？おーっと？一気に三匹。何あの一匹？なんか力持ちはわかるけど。ヌッペフホフ。何その間抜けな名前、かわいい。ヌッペフホフやって、どうやって名前つけたんやろ。いきなり妖怪が。
危ない、皆さんお気をつけて、気をつけ、あ、でも弱くないっすか、え、弱くないっすか、あれ、止めれなかった、めっちゃ褒めようと思ったのに、やっぱ力持ちちっちゃくね、こんなんやったっけ、あ、待って、あ、集めたいから待って、そっちに連れてかないで、よいしょ、あ、また褒めようと思ったんだけど、無理だったな、コンプリート、イエイ、あ、集めたかった、思ったより強くなかった。びっくりした。なんだか様子が変だったね。急に襲ってきたし。あいつらもみんな黒い矢が刺さっとるとか。どうもこの屋敷から異様な妖気を感じますね。おい。その通りだ。この屋敷は妖怪に乗っ取られている。それを殲滅してくれとかそういう。ねえ。みんな大丈夫？ちょっとビビったけど、あれくらい俺たちなら遊べしまいだぜ。すごい、さすが妖怪探偵団。お前たち、試すようなことをしてすまなかった。お前たちのそれが本物か確かめたかったんだ。ん、これで信用されたか。それって妖怪ウォッチのこと？っていうか屋敷が乗っ取られたって。よし、ここじゃ危険だな。場所を移すぞ。知りたがって扉についてもそこで話そう。ウィス、訳ありなようですね。何があったんでしょうか。いつきたちについていこう。いつきたちっていうかナビワンについてってるけどね、私。いつきたちおらんし。何あの子たち寄ってたかって。みんなもいじめてるんじゃないでしょうね。吠えられよる方かもしれんけど。あ、こっち？はいはい。あー、こういう路地裏いいわ。落ち着く。あ、おった。なんかおばちゃん見よりよ。あ、雪だるまいいね。あっちにもおばちゃん。ちょっと待って。はい。きゅうり。あ、ここ、あれかな？なんか食べ物とか洗うとこ？洗濯物かもしれんけど。さっきの戦いすごかった。あんな感じで妖怪力を合わせるんだ。うん。うん、君じゃない。さっきも話したように、あの屋敷は乗っ取られている。突然現れた妖怪たちによってな。湧き出てきたんか。妖怪が突然現れる？一体何があったの？よし。まずは俺たちのことを話そう。俺たちは今、ある妖怪を追っているんだ。何それ怖そう。そいつは獣のような見た目をしていて、人の魂を奪う凶暴な妖怪なんだ。マジで怖、人殺すの？人の魂を奪う？怖っ。どの時代にも人間に悪さをする妖怪はいるってことだな。でもどうしてそんな危険な妖怪を追っているの？それは、そいつが俺の母ちゃんと五木の姉ちゃんの魂を奪っていったからなんだ。そんな。ひどい。それは戻るの？大人たちは俺たちの言うことを信じなかった。その妖怪が今どこにいるのかだってわからない。だけど、死んだ父ちゃんがよく言ってたんだ。何事も気の持ちよ。強く願えばきっと叶うって。だから最後まで諦めないで、母ちゃんたちを助けるって決めたんだ。助けられるんか、まだ。何、ぼーっとしてる状態ってこと？植物状態とか。そんなことがあったなんて。妖怪のことをよく思っていなかったのは、こういう理由からだったんですね。まあ、それはしょうがない。私は家が妖怪に詳しい家系で、二人には妖怪についていろいろ教えたの。昔の人の方が妖怪とかちゃんと信じそう。へえ、なんか俺んとこと似てるな。ああ。俺はタイからの情報で妖怪ウォッチの存在を知り、ついにウォッチを見つけ出したんだ。お、この時代にもある。妖怪ウォッチを自力で見つけたのか。すげえな。あ、木のりもじゃない。だが俺の屋敷に持ち帰った瞬間、突然妖怪ヤマンバが現れたんだ。ヤマンバ？これ？もしかして。どうして？さあな、ヤマンバはいきなり目の前に現れ、次々と妖怪を生み出していった。包丁を持っとるし。奴らは一斉に妖怪ウォッチを狙ってきた。俺はウォッチを置いて逃げるしかなかったんだ。
でもさ、さっき襲ってきた妖怪はそいつの仲間ってことか。でもどうしてヤマンバ現れたんだ。それはわからない。だがあの妖怪ウォッチが扉と関係していることは確かだ。え、扉と何か関係があるの。妖怪ウォッチが収められていた箱にはゼロという文字が書かれていたんだ。あ、扉と同じ文字ってことは、それをかざしたら開くとか。そうか、あの扉にもゼロと記されていたはず。これは必ず見つけ出さなければ。おそらくだが、あの閉ざされた扉は同じくゼロと書かれた妖怪ウォッチで開くはずだ。なるほど、そういうことか。そうと決まればあとは妖怪探偵団の出番だな。まさかあの屋敷に妖怪ウォッチを取りに行くの。大丈夫、私たちを信じて。どっちにしたって見過ごせないしね。おい、行くならもっとヤマンバのことを調べた方がいい。弱点の一つでも分かれば少しは有利になるだろう。ヤマンバの影響なのか、この街でも妖怪の噂が広まってきている。お前たちならそいつらから情報を聞き出すことができるんじゃないか。ウィッスー。おお、それはナイスアイデアですね。皆さん、まずは街の噂を調べてみましょう。過去の桜本町で妖怪の噂を調べよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。過去の町で妖怪の噂を調べよう。怪奇動けずの夜、あやかしが住まう河原、飛行に走るマナ娘。怖っ。なるほど、じゃあヤマンバに行く前にこの3つを解決せんといかんわけやね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは次は怪奇動けずの夜、まずそれをやっていこうかな。どういうことやろ、金縛りってこと。